はい、太陽郎。はい、はい、どうも。はい、こんにちは。はい、来ました。二人でゲームしてていいんだよ。三人でずっしりだから。の割には俺にやらせようとしてたよね、ちょっと。何の話？今に今。いや、三人でできると思ってたんだよ。うん、そう。だからね。6周年おめでとう。いや、すごいよね。6ってやばくない？やばい、うん、小学校ずっと一緒、ずっと一緒にいる小1から小6、うん、じゃあ幼馴染の息やん、もう。え、じゃあもっと絆あってもいいよね、うん、いやでもちょっとクラス違ったかうん、あと人数が多いから、最初の頃はよく帰ってたけど、だんだん一緒に帰らなくなっていく。コミュニティがね。まあ、じゃあ質問募集したんでね。NG ないですからね。タイトルも NG なし。分かってこいよ。じゃあ上から3人でライブ。上からって何？上からリップの上からだよ。あ、そういうこと？同じ質問ばっかりなら多分ゾンビ来てるから。ライブやるならどんな曲歌いたい？なんか何触れちゃいけないみたいな感じのねえ、やめてよ。何でも含み持たせとけばさ、なんかあった時にあん時のってなるかもしんないじゃん。ないからね、一生ない、一生ない、一生な、お前らとなんかやりたくねえよ思ってても言うなよねえ。いや、お前が先に言ったんだろ。3人でライブ持たないでしょ、だって確かに。あ、でもうちらかっこいい系だからね、歌うってなったら。俺らのどこがかっこいい系なんだ？いやいや、普段はなんかヘナチョコだけど、歌うとちょっと。カエルの歌が関の山じゃないか。でもさ、だいぶ周りにバカにされてたよ。すごいバカにされてた。ライトアップトーンズ？それそれそれ、その時は。はい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 。めっちゃ笑ってたじゃん、みんな。笑ってたっけ？いうさ、やっぱ怒られた記憶しかないよ、3人が。なんだっけ、なんだっけ？いやいや、ダンスかなんかリハーサルの時にさ、ずしりがなんか、ヘナヘナしてたから、ヘナヘナじゃないの、なんか、遊んでたじゃん。話を聞かずに。ちょろちょろやってたか。ちゃんとやれみたいなさ。そんなしっかりいかれた？で、曲は他なんか流行ってんのない？鹿の子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 タンタン。じゃあ、それで、じゃあエモい曲もね、歌ったしね。いける？三原色？何も言うの？歌詞何も刺さらんくなかった、うちらね、涙出てこなかったよね。考察も何もないんだよね、うちらが歌ったところで。何？クズハを取り合う曲みたいな。男をさ、女子二人が、いや、こっちのよ、みたいな歌。なんか、ない？昔のボカロ曲とかでさ。どれだろう？なんそれやったらめっちゃ良くない？信じられない。ずしりが取り合い。ありえなさすぎる。それが逆でもいい、逆でもいい。クズハが続行みたいな。なんでだよ。お前らがいい女ポジってことは。そう。それ良くない？マスゲームじゃないとやんないそうですね。そう。うちは PV に映るから、ソロで歌ってほしい。ね、あ、いいじゃん、いいじゃん。お前らの欲求だけ満たして、なんで俺ソロで歌わないといけないんだ。気持ち入れてね。お前らのいい女アピに使うな、ね、俺を。え、そんなクズハはあるのなら、このままだったらそういう曲になるよ。ここで決まった曲やんの？え、そうやるよ。やる。なんでだよ。いいんじゃない？オドとかでいいんじゃない？いや、それかっこよすぎる。うちらそんなね。かっこよすぎるってなんだよ。そっか。ビヨンドザウェイ。ちょっと難しいし。どういうの？あの、どう調べろよ。ビヨンザワウェイ？ちょっとわかんないよ。いいよもう、じゃあカエルの歌でいいってもう。うるせえなお前ら。なんで俺のばっかそんな突っ込まれなきゃいけないの。ビヨンドザウェイ調べます。歌ってた？ちょっとこれは勘違いしすぎだね。かっこよすぎ、ちょっと。あれ、かっこいい系がいいとか。難しいとこをね、クズハに当てはめればいけるかもしれん。あ、難しいの全部クズハに任せる。すぐラップのとこ俺に持ってくるだろ、それ。これ、踊ろうよ。は？じゃあ、ねえ、適当言わないで、さっきから。あ、K-POP とか行く、K-POP。あ、あれ、踊りたいんだよね。なの、お前、なんか痩せようとしてない、夏に。ダンスダイエットしようとして、ついでに、ね、ふざけんな。こっちが本筋だから。ね、ゆう美術担当するわ。美術。美術？なんかシーシーダンス、ゆうが美術、クズハが歌唱。美術って何？うん、
見た目見た目、なんかもういるだけで可愛いみたいな。それ担当できてないよ。できてるから、やっぱ必要だから。あるよ、みんなポテンシャルあるよ。ビジュアルない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 わ、やばい。担当しきれてない、むしろ惹かれる、その分ビジュが。はぁ、いや、リリムが入ると身長低いからビジュは悪くなる。そうだね、カメラ下に入る。カメラ下に多いっちゃうからさ。広いぞ。いや、映さなくていいよ、二人のことは。もうそれなら映んないとこでラップとダンスやんの一番いいよ。もう家の顔ドアップでいいよ。じゃあもう一個いきますよ。と選ぶか。早いな、お前上から、ね、まだ上からがもう一瞬で。いや、お互いの好きなところ言いたいか、自分ら。NG なしとか言ったのにさ、ない。あ、直してほしいところもあるよ。直させるんだったらそっちも直せよって話になってくるから。そこまで関わってない気がするんだよね。悲しいよ。あの、そうそう、とかにしようよ。配信見て、配信見て直し。ねえ、それ一番嫌だ。それ一番嫌すぎ。ビジネスだからな、俺ら。いや、そんなことないよ。心身はちゃんとしすぎだね。うわ、確かにそれわかるわ。できないなりにやってますみたいな感じだったのに、お前できるじゃん、なんかいろいろ。そう、なんかちゃんとしすぎだわ。よくないよ。ちゃんとしすぎてちゃんと連絡返してるだけだからね、それって。いや、よくない。それよくない、よくない。よくない。直した方がいいね。ねえ。コスって何？やっぱね、ちょっと怒られるぐらいのシーシーがね、いいんだよ。そうだよ。まあ、確かに、でも個性がね。うん、謝罪でしょ、個性。いや、すごいよ、二人は逆にそのまんまの。でも変わったよね、リリムとクズハもね。変わった変わった。もう社交的になったよね、割とね。間違いない。あ、前よりかはね。リリムはどう、ね、変わったか。いや、でもいろんな友達できてるじゃんね。誰だっけ、高木さん。注意する、そこなんだ。リリムの友達といえばね。クズハがさ、自分からやりましょうよみたいな時あんの。クズハカップやってほしいな、次早く。あ、そうなの。あ、大会、うん、クズハカップ。なんでもいい、なんでもいい、なんでもいい。え、クズハカップマイナーな。じゃ絶対参加しない、マイナーなやつにしようよ。やりづらいだろ、マイナーなのとか言ったら。選んだゲームマイナーだと思ってることになっちゃうから、お前ふざけんな、お前。あ、なら、なんかいい感じのにしようよ。いい感じ、いい感じのね。うん、釣り大会、釣りカップ。あ、釣り、そういうオフ系いいじゃんね。ゲームじゃなくてオフなんだな。俺朝から船着き場にいるってこと。あ、そう。起きないでしょ、ね、船の免許も取って、船の免許。なんでだよ。え、でもずしりカップとかいいんじゃない。スーパーバニーマン、やっぱオーバークックじゃない。え、楽しそう。参加してくれんのみんな。あ、まあでも最悪ね、圧かけるか、新人さんとかに。新人さんだったら来てくれそう。なんかさ、うん、うちらのことちゃんと先輩だって思ってくれてそうだもんね。いや、わかるわ。人間じゃないのにさ、いや、わかる。困るよね、うん、たまたま早めに遊んでただけなんだよ。そう、うん、なんか収録とかでめっちゃ動いてくれたりするじゃん、うん、で申し訳ない気持ちめっちゃあるんだけど、ね、自分は動けないんだよね、なんかもう。いや、わかる。もう体が重いんだよ。いや、うちら勘違いしちゃうよね、なんかすごいんじゃないかって。いやだな、絶対勘違いすんなよ。かわいそうだから、新人さん。うちらも有名になったなっつって、うん、やめて、最近調子どうとか言って聞いてくるのやめてね。なんか、うちらはゲマズだけみたいな、なんだろう、別の学校みたいな感じだった、うん、その1期生、まあ、2期生とか、うんうんうん、シーズとか他の学校感があって、なんかゲマズはゲマズで、うん、ちょっと番外編感あったよね、うん、でもすごい人感すごかったんだよな、1、2期生、うん、あー、オーラあるよね。マジ人見知りしたっする、普通に。人見知りしたっす、したっす。まだしてるじゃん。何の質問からこうなった？わかんない。あの、直してほしいところ。あ、直してほしいところ。全然違うよこれ。はい、次行ってください、次。まだ話したいな、1、2期生の話。はい、ずしりの3人で今後コラボするなら何がしたい？案件、案件。いや、笑うのやめて。案件。いや、案件はぜひともしたい。っていうか、別に俺だけで大丈夫ですよ。はい、じゃあ、次の話題です。次の話題。ずしりのライバルはやっぱスメシーだよね。どこが
ってないよ。構図一緒なんだよね。どこが何が見えてんの一体。向こうは案件めっちゃやってるよ。なんならやっぱうちらはなんか汚い方なんだよきっと。あっちは綺麗な方でこっちは汚い方なんだよ。リリムがなんか主に汚さを担ってるよ、ね、なんで汚くないかな。あ、これはあるかも。広すぎでしょ。シンシンはなんか若干クリーンになりかけてるかもしんないけど、うん、クマは絶対ないよ。クリーンな人がさあんな人を煽ったりしない。違う、あれもクリーンに煽ってるからね、うん、クリーンに煽るって何。社長がそんなことする。あ、しない。しないでしょ。するかもよ。弱いですねって言ってくるかもしれない。言わないな。チャイカさん誰も煽らないもんね。チャイカさんゲロ弱。ゲロ弱ですね。言わないよ。じゃあ次、二次三次ではいろんなコンビがあるけどこれはずしりが一番だわと思うことは何ですか。カスさん。あ、適当さん。だって今日10時始める予定だったよね。でもクザが一番遅かった。あ、それ。いやでもちゃんと時間には間に合ってますからね。シンシンは10分前に集まるって言ってた。いやだって直前までスーパーバーニーマンしてらっしゃいましたよね。あなた。いやそれは事前準備として。そうそうそう、ね、いや違う違う、もう3人でできないって分かった後もちょっとやってたよね。嫉妬してたの。何にやってたよね。2人で遊んでたの嫉妬してたんだ。ちげえよ。なんでそういう話になるんだ。俺も遊びたいのに。俺も一緒に遊びたいのに。俺見るわ。ずつきしていい。拗ねてたんだ。俺見るわっていう。俺見るわ、うん、なるほどね。ほらもうこれです。拗ねてすぎてよかったな。ね、ごめんね。会話にならないこいつらとは。え、なんかリプランがやっぱ醜すぎてあれなんだけど。うん、ずしりは誰ですかとか。新規の人かもしんないでしょ。ずしりそれぞれに直属の後輩ができたらどのライバーがいい。なら自分のポジションに当てはまる人を探してくる。そう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 。自分が難しかったらイームがシー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 がクズハクズハがイームで当てはめるとか。ああーなるほどね。え、じゃあ私が、あ、私ギルザレンで行くわ。ギルザレン。おい先輩だよ、ね、じゃあじゃあ先輩だよ。先輩だった。ふざけんな。お前吸血鬼イッチボーナスしようとしたの。逃げるなよ。先輩だから。めっちゃ似てたんだよ。めっちゃ似てた。髪の色も。めっちゃ似てた。あ、シーシーさ、まるまるじゃん。いやさ、それ全然違うからね。でかいだけ。顔でかいで選ぶ。あーやばい、魔族とか顔でかいとかなってて。お前ら真面目に選んでねえじゃねえかよ。いやうわー、でもね、リリムがやんなりさんだったらいいな。は？いや、かわいい。どういうこと？ん？何？え？それ。ん？いやー。あ、言ってつくなんかクザと形似てそうじゃない？形ってなんだよ。何？めっちゃ似てるわ。ね。言ってつくん、やんなりさん、あと？シンシンは？マル？あれでしょ、要望みたいなの入れるんでしょ、これ。こいつよりこいつがいいっていうの。やめようよ。アミヤミヤとか。あ、でもアミヤミヤは、シーシーではないな。アミヤはいいやん。いいんじゃない、シーナは、そのまんまで。もうシーシーでしかない。あー、いいことね。唯一無二、うん。マジか。いなかった。前しかいないよ。いないんだ。あ、ルンルンはルンルン。いいね。ルンルン。うん、ルンルン。デビデビ。いや、見たいだけじゃない。あ、なりちゃん、なりちゃん。で、いいね、ルンルン、ルンルン、ルンルン、なりちゃん。見たい。見たい、見たい、見たい。ちょっと7周年、それにするわ。ルンルン、なりちゃんで。新生寿司。めっちゃいい。ル、ルデリ、ルデリ作るわ。え、それ、鑑賞会にしない？うちらも。あ、いやいやいや。